はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プライズ限定英雄 u 像仮面ライダージョーカーです。はい、いつものゲームセンターのクレーンゲーム限定の英雄 u 像シリーズから、まさかのジョーカー来ましたね。電王とかアギトとかクーガとか、いくつかのアイテムが発売しましたが、急なジョーカー。でもあれか、 8月から、フート探偵がアニメで始まるから、それに関連してってことなのかなしかもこのポーズさ、最終回のライダーパンチのパンチポーズと全く同じポージングを取ってるっていう最高のフィギュアっぽいので、早速開けて確認しましょう。 なので最終回でフィリップが帰ってくる前の一人で戦ってた頃のアクションポーズね。最初はサイクロンジョーカーっぽく変身しちゃっていけねっつって変身し直してからのこのライダーパンチですよ。そして英雄ユーゾーは相変わらずちょっと真骨頂っぽいパッケージになっててかっこいいんだよな。毎度よくできてるし。ラインナップは全一周で本当にジョーカー、翔太郎のみですね。 はい、取り出すと、これは台座かなそして、ジョーカーの下半身と上半身が入ってて、触角のダブル部分が痛まないように、おーよかったこういうやつはたまにさ、品質な時があるからさ、特に今回は顔の造形等々も問題なくよくできております。そして、 あ、ひねり具合とかもいいっすね。上半身と下半身をひっつければ、はい、ジョーカー、翔太郎の最終回のライダーパンチの状態が完成と。中身はこれのみで、自立はどうかなあ、全然自立できない系だ。右足かなのつま先とすね部分をロックして、こうしてディスプレイする感じだと、 思います。あ、いいね。バランスオッケーとりあえずこれはさ、この辺にベルト置いたりとか、ガジェットシリーズを置いておけばかなりいい感じのディスプレイアイテムとして、ああいいじゃん。飾っておけるんじゃないこれはかっこいいね。もうこの時点でいかにポージングが完璧に決まってるかがよくわかる。プライズってことでサイズも大きいんで真骨頂とかより、デスクトップフィギュアとしては派手さ。 出てむちゃくちゃいいっすね。フート探偵関連でこれからいろいろダブル系のアイテム、デラックスとか CSM とか充実してきそうな感じありますよね。特撮版のボイス入りのアイテムとかって CSM で出てないんだけどダブルは。先にアニメボイス入りバージョンとか出そうだよね。ってことで改めて見ると、こういうことね。ライダーパンチ っていうシーンを再現することができてるフィギュアになっております。はい。全体をぐるっと見回すとこうで、なかなかの箱絵通りの完璧な仮面ライダージョーカーに仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、これまでの au ユーズを同様に、特に稼働とかは入ってなくて、完全なポーズ固定なんだけど、今、 最終回を TTFC で見返したんだけど、でね、画面を止めてるんですけど、全く同じポーズ、プロポーションも、すごいいいわ、これ。はい、近づいてみると、ロストドライバー部分も、プライズながらも色分け頑張っておりますし、スロットもしっかりあって、ベルトのシルバーの、 塗装部分なんかも完璧。ここのメカ造形なんかもなかなか立体的に。そして複眼部分は赤いクリアパーツ使われておりますし、内部の模様なんかも頑張って 再現ここのアンテナ部分もシルバーメタリックブラックは全て成形色なんだけど光沢感はある程度抑えてあって本編のジョーカーのスーツっぽいでそこから特徴的な胸部分の柄だったりとか肩のメタリックパープルプラス墨入れもしっかり生えててここまでグローブ周りまできっちり。 塗り分けられてますよ。てか、どの角度から見ても、マジで完璧じゃないで、アンダースーツのラインが入ってる部分なんかも、サイクロンジョーカーと同じようになってて、アンクレットも、色分け細かくって、足裏までモールドきっちり入ってて、原作準拠の造形そのまんま。これはすごいまあ、au ユーズを毎回すごいんだけど、中でもさすが、 最新作って感じかな。まあ自立しないんで、台イザーをはめると、右足の前から、つま先で立たせるようにこのように押し込んであげると、バッチリ綺麗にはまりますね。そうすると、右前、すね前あたりがちょっと隠れてしまうんだけど、 ここの枠とフラットにつま先がなってますから、自立安定性が増すというか、これがないと自立できませんからね。台座がはまった状態であれば、綺麗に自立させることができますので、他のデラックスとか CSM アイテムと一緒に飾っておくことが、できますね。よ,ーよいねー。 ほら、横にベルト置いても、めちゃくちゃでかいっすよね、仮面ライダージョーカー。スタッグフォーンとか置いてあるとより探偵感出ますし、変身ベルトの棚にこうやって一緒に飾っておきたいアイテムになってますね。素晴らしいジョーカー好きな方ね、多いと思いますので、そんな方はゲームセンターに行って取ってくるべきアイテムだと思いますね。ま僕は普通に アマゾンで1000円ちょっとぐらいで売ってたんで買ったんだけど、このサンプル画像通りの完璧なジョーカーが入っておりました。 以上、プライズ限定、仮面ライダール英雄ユーゾー仮面ライダージョーカーの初夏でした。